どれにしようかにゃ。2021年も残りわずか。みんなは今年よく買ったものってある？どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日は今年よく売れたものを紹介するニャン。調査会社のインテージが今年売り上げが伸びた商品のランキングを発表しました。長引くコロナ禍で健康志向が高まったことを背景にオートミールが1位になりました。インテージは今年1月から10月まで全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどおよそ6000店のデータをもとに販売額の伸び率からランキングをまとめました。1位はオートミールで去年の3倍近くに増えました。2位は麦芽飲料、4位がプロテイン粉末でした。コロナ禍が長期化する中、健康志向の高まりを反映したということです。また解熱鎮痛剤が7位に入りました。新型コロナのワクチン接種の副反応対策として需要が高まったとみられます。去年上位だったマスク、殺菌消毒剤、体温計は10位に入りませんでした。にゃーるほど、今年は健康系の食品が上位だったんだにゃ。去年のベスト5と比べてみると上位に入っていたマスクなどの衛生系の商品が今年は姿を消しているのがわかるにゃん。この調査では前の年からの売り上げの伸びを見ているので、去年はコロナ前と比べて衛生系の商品が売り上げを伸ばしていたけれど、マスクなんかは今はもう生活の必需品になったってことだにゃ。ところでみんなは今年一番売り上げを伸ばしたオートミールのこと知ってた？オートミールはオーツ麦を蒸したりひき割るなどして食べやすく加工したもの。英語でオート、オーツ麦を、ミール、食事っていう意味だにゃん。外側の皮を残したまま加工されるので栄養が豊富にゃんだって。食物繊維はにゃんと精白米のおよそ20倍。日本人に不足しがちなカルシウムや鉄分などのミネラルやビタミンも多く含まれているんだって。日本に伝わったのは明治時代らしいにゃん。アメリカやヨーロッパでは古くから朝ごはんに食べたりと一般的だった一方で、日本では定着していなかったんだけど、コロナ禍で健康志向が高まったことで一気に人気が出たみたい。インテージによるとオートミールの市場は右肩上がりで伸びているにゃん。今年1月から10月までの市場規模は約42億円で、去年1年間の2倍以上だったんだにゃ。今年ブームのきっかけになったのが米化。オートミールに水をかけて電子レンジで温めてお米のようにした食べ方だにゃん。この他ハンバーグに混ぜるなど、おかずに使ったりデザートに使ったりと、オートミールの様々な調理方法が紹介されて広がっていったんだって。牛乳を加えるっていうオーソドックスな食べ方だけじゃなくて、オートミールのアレンジ料理も美味しそうだにゃ。実は僕まだ食べたことないんだよにゃ。これをきっかけにオートミールを食べてみる。にゃんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。